皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。それでは前回の続き、ドラゴンクエスト11をやっていきましょう。レッツゴー。はい、これまでのあらすじじゃということで、仲間を探しながらラムダを目指すサクサクたちは、記憶を失った神とクレイモラン王国を訪れ、黄金病に関わるね、黄金兵たちのアジトにやってきました。で、風穴の隠れ家にある大樹の根で過去の光景を見た神は、失っていた全ての記憶を取り戻しました。で、勇者に力を貸すことで贖罪が果たされるという、かつて預言者に言われた言葉を思い出し、神が再び仲間に加わりました。サクサクたちは黄金化した人々を、ね、取り戻すために、六軍王キラゴルノの根城へと向かうのであったということですね。よくもお戻りになられました、サクサク。サクサクに我らが神のご加護がありますように。はい、ということで、クレイモラン地方のバイキングのアジトに今います。で、今からはですね、この仲間に話しかけて黄金城というところにね、行くんですよ。すまねサクサク、迷惑をかけちまったみたいだな。改めて俺も一緒に戦わせてくれ。捕まってる時に魔物どもの話を聞いたが、キラゴルドって野郎はクレイモラン地方の北端にある黄金の城にいるらしい。黄金になったマヤはキラゴルドに狙われ連れてかれちまったに違いない。野郎を締め上げて必ず取り戻してやる。ということで、いつもの神の顔に戻って心強いね、ことになりました。さあ、ということでね、サクッとサクサク、さっさと黄金城に行って、さっさと蹴りをつけて、次の仲間ベロニカかセーニャを助けに行きましょう。助けに行くというかね、早く一緒になりたい。そしてレベル上げして早くウルノーガを倒したい。はい、あ、こっちじゃないわ、こっちじゃない。ぐるっと一周回ってこっちだね。はい、この黄金のね、中に行きます。ということはですよ、カミュの妹マヤちゃんも救えるということだよね、黄金城を倒せば。うわ、すっげえ黄金城あれだね。楽しくなってきましたね。てってれーてってって、さあ行きますよ、黄金城まであと少し。今日はね、黄金城をクリアして、次はここに向かおうっていうところまで今日はやりたいと思います。すごいね、黄金城見てこれ。すっごい趣味悪いよね、これね。これ実際にあったら。ドバイとかにはありそうだけどね、これね。よっしゃ、ということで、まずちょっとこっち行って、なんか絶対アイテムあるよね。アイテムは絶対あると思うんだけど。おら、来た、やった、やっぱりあるよね。こういうとこやっぱありますよね。ミミックだったりしてね。な、まさかのミミック。小さなメダル、違う、レシピブックね。 OK、 よし、これはね、いろいろ覚えていい感じですね。はい、ということで、次は向こう行っていきましょう。このグリズリーとかもね、多分弱いんでね。で、今回からね、あのカミュが先頭に加わっております。はい、カミュがどうしても一緒に戦いたいということで、やっぱりね、妹を助けるためにはやっぱりね、カミュもいりますよね。ということで、あえて神をちゃんと戦闘メンバーに入れてあげましたということですね。こっちには何もなさそうですね。はい、何もないので黄金城に向かいます。では今から、さあ行きましょう。ここですよ、ここ。もうあんまりダンジョンとかじゃないよね、ここ多分ね。なんか修行してるよ、こいつら。余裕なんでね。はい、では、ここの黄金城入りましょう。すげえな、ここ建てるのにいくらかかってんだろうね。やっぱイケメンだわ。あ、黄金城、やっぱりこれダンジョンだったね。やっぱりダンジョンか。はい、ではまずはね、手当たり次第にこの先っちょというか端から順に。おい、内側から鍵、おいおいおい、開けといてくれよ。でも行く方向が一方通行で決まってるから楽。はい、素晴らしいね、素晴らしいですよ。やっぱこうなると思いましたけど、ピラミッドみたいな感じですよね、この色が。お、いいね、なんか修行してるよ、いろんなやつが。弱そうな敵ばっかりだけど、じゃあちょっとこの辺りね、サクッとちょっと一回一掃しますね。はい、とりあえず一掃したんですけど、とりあえずね、こっちに進んでいきましょうか。散策はね、後でもできますから、とりあえず先にね、ボスを倒したいって言いたいけど、ここも鍵かかってるから、やっぱりね、この上だね。この階段を通って上に行くしかないですね。なんかこれ、可愛くない？この猫。
これかわいいね。これすごい好きなんだけど。これかわいいよね、この猫ね。はい。ということで、上がっていきましょう。まあね、レベルもね、あれからまた上げたんでね、余裕で倒せると思います。お、なんかすごいなあ。向こう宝箱ある。ちょっといろいろ散策しないといけないね、これね。お、なんかここも、なんかこれカジノかな、これ。これ多分敵だよね、これね。あ、違うわ。カジノコイン10枚。ありがとうございます。これでもほんとこれ、ここは犬か。ほんと趣味が悪いというかね、なんというか。まあでも私、サクサクはね、これぐらいの家に住んでもいいかなと思っております。はい。これまた違うところに来たね。ちょっと敵無視しようか、ちょっとね。こっちは？あ、こっちは行けるね。こっちも行けるね。ここはなんだ？あ、ここ最初の入り口のとこだね。はいはい、これで行けるようになったんだ。うん、オッケーオッケー。じゃ敵はちょっと無視して行きましょう。で、これでもうこいつらだって全然戦ってもくれないもんね。俺たちが強すぎて。うん。よし、ここ渡っていきましょう。ここ行くと多分、ここにはなんか馬か、馬の銅像か金のね。あ、ここにもカジノコインある。ラッキー。はい、20枚。ラッキーラッキー。待って、カジノ行きましょうね。で、ここですね。ここを通っていくと、なんかほんと、迷路みたいだね。とりあえずさ、ここで内側から鍵を開けておけば、次から来れるってことだよね。オッケーオッケー。そしてここも全部開けとこう。とりあえず全部開けとこう。これはかかっているのか。あ、これ、あのおばあちゃんじゃない？これ。ほら、あの時のおばあちゃんだわ。あ、ゴールドになった人を飾ってるのね。なるほど、なるほど。まあいいや。とりあえずじゃあちょっと先に倒しに行きましょう。早く倒してね。あとで、ここ行きたいんですよね。ここ、宝箱行きたいんですけどね。なかなか到達しないんで。さあ、いろいろとね、散策をして、帰ってきました。ちなみにね、あそこ落とし穴ありますよね。あの右側とこ。あそこから落ちて、変な宝箱をちゃんと取れたんで、よかったですね。で、間もなくこれどんどん上に上がっていくんで、おそらくね、ボスが近づいてきたんじゃないかなと思っております。はい。お、ここにも宝箱があるね。こっちは何もない。もう、明らかにこれミミック感満載なんだけどね、これ。お、違った。あ、ということは、賢者の性質4つってことは、この後向こうボスだね。じゃあ、ここで入れ替えます。入れ替え。このマルティナ姫から、このカイムに変えてね。これで行きたいと思いますよ。それでは、今からボス戦行きましょう。あ、妹。え？まさかの？まさかお前が？そうだよ、黄金病撒き散らしているのも人間どもから宝を徴収しているのも全部この俺、キラゴルド様の仕業さ。マジで？お前が俺を恨むのはわかる。俺のことなら好きにすればいい。だがなぜこんな。めんどくさいやつだな。まあいいや、特別に教えてあげる。胎児が落ちたあの日、俺の身に起こった魔王の奇跡ってやつを。哀れなものよ、貧しさに苦しめられ、愚かな人間どもに虐げられ、挙句兄にまで見捨てられたか。だが貴様の中に渦巻く欲望と絶望と孤独こそ、この闇が支配する世界にはふさわしい。出た、我が名は魔王ウノーが、この新たなるロトゼタシアの支配者か。貴様に、カ
戯れの力を授けてくれよう。ほんとウルノーガってほんとすごいよね。この絶大な魔力ほんとすごいよね。これ大魔王バーンみたいな、バーン並みの魔力だよねこれね。あのクソ野郎が、クソなのはそっちだろって。この世界の誰も兄貴でさえ結局俺を助けてくれなかった。そうか、なるほどな。魔王の徘徊なんてそんなことが。おいおい、みんなゴールドなんてゲームオーバーとかやめようね。この5年間ずっと考えていたんだ、俺が生き残ってしまった意味、やるべきことを。マヤ、お前がそんな姿になったのも全ての原因は俺にある。ならここでお前を倒すことが俺に課せられた贖罪だ。クソ兄貴と雑魚勇者どもが偉そうに正義のヒーロー気取り、俺さえ救ってくれなかった奴らが今さら。ああ、うざい、超うざい。クソクソクソ、バカな兄貴も勇者もみんなみんな黄金にしてやるよ。さあ敵機軍をギラゴルド、あ、キラゴルドが現れた。さあ戦う、俺は最後空気読むからね。カミュー、お前が最後の一撃を刺すんだ。さあいきなり俺は覇王山に行くわ。一発勝負で行くよ。さあ金に金の剣で、さあこれで315バイキルト、ありがとう。ちょっと遅かったねちょっと遅かったよね。カミュー倒すんだぞ、最後は倒せよ。ちょっとこれはあれだね、最後命令させろで行った方がいいかな。やばいやばい、痛そう痛そうこれ。うわうわうわ、いっててていっててて、おい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 、ちょっとこれちょっとね、あれだわ、命令させろにちょっと変えますね。ちょっと作戦替えをして、バイキルト、シルビアのバイキルトをあれです、カミュにかけます。で一旦ちょっとこれどうしても今回はとどめをカミュに刺してほしいから、なんとしてでもね、なんとしてでもカミュに倒してもらいます。空気読んでもらいます。ぼちぼち倒せそうな気もするけど、これで呪文で、バイキルト、これで、カミュにかけます。で攻撃力かなり上がったんで、ゴールドアストロン、やっべ、ちょっと待って、おい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 、やっべ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 、ちょっと待て待て、そんなのもあるの、これ治んのアストロンって。ちょっと作戦替えします作戦替えします。シルビアちょっとがバッチリ頑張りにします。え、これもうもしかしてダメなの、これ元に戻んないの。ゴールドフィンガーとか、まあそれいいんだけどね。これちょっと命令させろにした方がちょっと危ないよね、これ普通にね。よし、とりあえずハッスルダンスありがとうございます。あ、黄金が溶けた、黄金が溶けるね、やっぱりね。うん、オッケーオッケー、よ
よし、黄金化解けたんで、そろそろ次神の黄金化も多分解けるんで、そろそろ作戦替えをして、作戦替えをして全員ね命令させるにしますね。あ、神はそのままでいいわ。神はそのままで、この辺からちょっとね、あの空気を読んだ試合にしていきたいと思います。やっぱりね、最後はね、あのやってもらわないといけないから、神に。で、これでザコども全員片付けます。さあ、神の黄金化早く解けてくんない？神の黄金化、おし、解けた、オーケー、いいぞ、オッケー、いけ、神、最後神頼むぞ。そしてハッスルダンス歌うからね。オッケー、これでね全部回復して、そして俺ね、俺ちょっともう防御するわ。ローも防御するよ。やばい、クルーザキがやばい、行っててえの。深く集中した、やばい、次がやばいってことだよね、これね。さあ、神を行け。まだか、まだ倒せないか。お、最後は神の技で倒しましたよ。鉄器軍をキラゴルドを神の技でなんとか倒しましたね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。の第2形態か。これ以上俺のせいでお前に罪を背負わせるわけにはいかない。マヤ、お前は俺が。行け、カミュ。お兄ちゃん、やばいな、これ俺だったら切れないわ。え、こんなとこでいいの俺。神は悲痛な面持ちで武器を構えている。どうやら暴走するキラゴルドに対しとどめを刺して駆け出そうとしているようだ。止めようぜ。妹だぜ、あれ絶対操られてるって。神をやめとけって。サクサク。お兄ちゃん、すまない、やっぱり俺はマヤを助けたい。あいつは俺の妹なんだ。分かってるよ。いけ、サクサク、勇者の力を。やばい、めっちゃかっこいい。離れろ、このままじゃ兄貴が。ちょっと勘弁してくれ。ごめんな、マヤ。
よかったね。人知を超えた力を使った反動ですね。完全に体力が回復するまではしばらく目を覚ますことはないでしょう。ですが命に別状はありません。いずれ必ず意識を取り戻しますよ。今普通に私もうなずいちゃったわ。今神と一緒にいるような感覚に陥った。サクサク世話かけたな。さっきキラゴルドを倒した時に手に入れたこのオーブはお前に渡しておくぜ。ありがとう。はい、ありがとうございます。伝説の宝珠を集め、地の底で出会う勇者に力を貸せ。さすればお前の贖罪も果たされるだろう。予言は本当だったってことか。さて行こうぜ。サクサク、前はここに預けておけばひとまず安心だ。あいつのためにも俺は新たな旅に出る。そう、お前と一緒に魔王を倒す旅にな。よろしく頼むぜ相棒。お、妹の前を救ったことで神のスキルパネルが新たに解放された。どんどん解放されていくね。はい、食材を見届けし者、マヤを救い出し神の食材の旅の終わりを見届けた勇者に贈られる称号ということで、さあついにね、どんどん悟りを開いてますよ私サクね。はい、ということで私は今からどこに行けばいいんだろう。まずはあそこだよね、シャール王妃のところに行った方がいいよね。シャールさんのところね、あのメガネをかけた、コンタクトにしたら必ず美人な王女様になるよって言いたいけど、相手は王妃様だから、いや女王様だからね、そんな軽々しく、いやコンタクトにした方が美人ですよ王妃様みたいなこと言えないもんね。はい、ではでは一応ちょっと挨拶だけしてから行きましょう。私サク律儀なんでね。ああのあいつもいるよ、あの地下牢から追い出してくれたんだねこの魔女。はいはい、どうもどうも。はいはい、まず魔女から。またしてもこの国を救うとはさすが勇者サクサクね。私からも感謝する、ありがとう。はい、大幹部六軍王の中にはね、あ、六軍王の中にはあのいい男もいるのか。やっぱりあのホメロスも六軍王か。はい、ありがとうございました。無事に消え去りゼーランダ山への道も開けた。お、ということはこれでついに聖地ラムダに行けるということですよ皆さん。はい、こんなとこから行けないか。はい、ということでおそらく世話をかけたな。お前のおかげで俺はマヤを救い出し食材を果たすことができたよと。黄金の氷山が消えたならクレイモラン地方からラムダ方面へ歩いて進めるようになったはずだ。さあ魔王を倒す旅の続きだ。よろしく頼むぜ相棒。こちらこそお願いしますカミュさん。マジカミュかっこいいわ。もう本当もう男前すぎるわ。もう本当に。ということで今からは、とりあえずセーブをして、今から聖地ラムダに向かうと。でラムダに向かうとおそらくもうあの姉妹がいそうだよね。はい、ということでね、聖地ラムダに行くとおそらくベロニカ&セーニャがもういそうなので2人ともなので、まあそこに行こうかなと思います。はい、ということでね、また次回ですね。このクレイモラン地方を2回救ったこの勇者サクサクかっこいいね。はい、ということで、私サクサク次聖地ラムダに向かって行きたいと思います。なんか外にピンク色のやつがいる。ちょっと待って、こいつと話しよう。こいつだよね、こいつと話して終わろう今日は。この先の道を塞いでいた黄金の氷山が消え、シケスギア雪原やゼーランド山の方にも歩いて行けるようになったそうだ。もしお前がラムダを目指すならここから町の外に出て南東の方へ歩くと良いと。はい、ではね、ということなので私今からラムダに向かいます。はい、ということですごいスッキリしました。ということで次回ね、いよいよまた勇者の聖地ラムダに向けてこのパーティーで進んでいきたいと思います。
それでは本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋の作でした。